おはようございます。長州一石探訪ナビゲーターのマッキーです。いつもこちらのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日も幕末長州の歴史の旅に出かけましょう。それでは長州一石探訪。幕末の風雲寺と呼ばれた長州藩が誇る維新志士高杉晋作。ちょうど185年前の今日、1839年天保10年8月20日に萩城下町にある菊屋横丁で生まれました。それを記念して長州にある晋作さんの像をすべて探訪していこうと思います。早速参りましょう。おっと、その前にお祝いですから晋作さんと乾杯しなければいけません。晋作さんが愛用したとされる萩ガラスの晋作グラスで乾杯しましょう。はい、とてもハイカラでしょう。晋作さんの自画像にこのグラスは描かれているので史実ではと言われています。粋ですよね。晋作さんに萩のお酒を飲んでいただきたいです。喜んでくださることでしょう。はい、こちらは山口県萩市草加源帥の像が立つ中央公園のすぐそばに高杉晋作の誕生地がございます。晋作さんの自宅でお祝いされておりました。晋作さん、誕生日おめでとうございます。そしてこちらは誕生地のすぐそばにある晋作広場に立っている高杉晋作立志像です。2010年平成22年10月に建てられました。除幕式では NHK 大河ドラマ龍馬伝で晋作さん役を演じた伊勢谷友介さんがいらっしゃいました。江戸に旅立つ直前の19歳の晋作さんをイメージしており、曲げを言っています。晋作さんのトレードマークともいえるザンギリ頭ではない唯一の像なのでレアかもしれません。未来を見据えて萩を出発し、江戸に向かう希望に満ちた凛々しい表情をしています。誰もが知る幕末の風雲児高杉晋作になる以前の物語に触れることができました。さて、こちらは同じく山口県萩市にある道の駅萩王館です。松陰記念館があり、お食事処と萩の特産品がたくさん販売されています。そのそばに像が並んでいます。1992年平成4年に建てられ、山口方面から萩に向かう人々を出迎える無数の像。その中でも松陰先生と晋作さん、草加源帥の像がひときわ目を引きます。この3人が並ぶとやはりグッときますね。松陰先生と松下村塾の双璧です。鎧姿をしていてかっこいい晋作さんです。この像は実は銅像ではなく樹脂でして、叩くとポコポコなります。時系列で言えばこの姿で松陰先生の隣にいるのはありえませんが、松陰先生や仲間たちのことを思い出し、革命の炎を燃やす強い眼差しを感じる、そんな想像をさせてくれる像です。自らが刀を握り、騎兵隊をはじめとする諸隊を率いて戦う晋作さんの姿、誰もが憧れ、晋作さんのために戦い命を落とすことを厭わなかった、その思いがわかるような気がしました。ここ萩王館で松陰先生と維新志士の群像に思いを馳せました。さて、舞台は萩から下関市へと移ります。下関市は高杉晋作が活躍した場所であり、終焉の地でもあります。なので下関市は晋作さんに対するリスペクトが強い町です。下関市の日和山公園には立派な晋作さんの銅像が立っています。長州にある晋作さんの像の中では一番巨大な像だと思います。いかがですか、このド迫力の像、かっこよすぎてたまりません。なんて凛々しい表情でしょうか。長州一石探訪のオープニングにずっと登場している像でもあります。1936年昭和11年4月に建てられ、歴史は古く、もともとは銅像として建てられてましたが、大東亜戦争中の1943年昭和18年に金属供出のため接収されてしまいます。二度とこんなことがあってはならないと、1956年昭和31年に備前焼の陶製で
元の銅像に模して再現されました。この銅像は未来永劫なくなることはもうないのですね。大変喜ばしいことです。新作さんが遺書を残し決意した、僕は死んで赤間ヶ関の鬼となる、僕はこの下関と海峡を守るのだ、その強い思いを抱いた姿がこうして像として残され、今も新作さんは下関の町を、関門海峡を見下ろしています。どうしてこんなにかっこよくて今を生きる時代の僕たちを魅了するのか。高杉晋作という男はすごい人物ですね。まさに長州男児の鏡ですね。こんなかっこいい男になりたいなと思わせてくれる男と同郷であることを心から誇りに思います。はい、こちらは下関市竹崎町にある源義経や騎兵隊とゆかりの深い大都市神社です。そのすぐそばにある公園内に晋作さんの像が立っています。風の預言者というタイトルが付けられたこちらの晋作さんの像、2009年平成21年8月20日に晋作さん生誕170年を記念して建てられました。騎兵隊士に見立てた岩礁に支えられた晋作さんが流れゆく歴史の雲をつかみ取ろうとする様子が描かれているそうです。他の銅像とは一線を画しますね。表情も一味違います。芸術性の高い銅像に刺激を受けました。はい、こちら下関市の唐戸にある遊園地、はい、唐戸横丁です。関門海峡のそばにあり、観覧車がひときわ目を引きます。数年前に乗ったことがありますが、関門海峡や下関の街を眺めることができます。観覧車の中に観光ガイド機能がついていて、すごく勉強になったのを覚えています。なんかすごくマニアックな史跡を教えてくれたような記憶があります。さて、はい、唐戸横丁を抜けると目の前には関門海峡が広がります。あれ、なんか見たことあるぞ、デジャブかと思われた方、はい、そうです、前々回訪れた場所です。坂本龍馬と晋作さんのレリーフがある塔です。青春公共の塔です。もう探訪したしキンキンだから思いっきりはしょっちゃろうかと思いましたが、まあせっかくなので簡単ですが改めて参りましょう。2003年平成15年8月20日に晋作さんの164回目の誕生日に合わせて建てられたそうです。164回ってなんかえらい中途半端やなと思ったのは僕だけでしょうか。164という数字に実は何か秘められているのかもしれませんね。わからんけど。花崗岩で作られ、高さ10メートルの2本の刀の刃先をイメージしたものが並び立っています。詳しくは前々回をご覧くださいませ。あっさりしすぎたかな。いや、次参りましょう。さて、こちらは下関市長府にある高山寺です。幕末長州の運命を変えた場所であり、まさにターニングポイントとなった場所です。もうたまらん、高杉晋作挙兵騎馬像です。こんなにもかっこいい像を僕は他には知りません。これぞ高杉晋作です。1972年昭和48年に市内の実業家の方によって総建立されたものと言われています。このようなかっこよくて立派なもの、本当に本当に感謝いたします。ありがとうございます。小不足を身に固め、桃型の兜まで再現されているのは素晴らしいですね。ぜひとも皆様に訪れていただきたいです。はい、こちらは下関市にある東京湾です。高杉晋作や騎兵隊士が眠る墓所がございます。高杉晋作を知りたければ、感じたければ、こちらを訪れれば間違いありません。東京記念館には晋作さんの小具足や愛用の三味線やグラスが保存されています。必見ですよ。2014年平成26年に建立された晋作さんの像は東京記念館の目の前に立っておられます。一番新しい像です。記号は凶弾に倒れた安倍晋三元首相によるものです。安倍晋三の晋は高杉晋作の晋、
総文字が2つ並んでいます。なんという眼力と迫力、握りしめた刀、動けば雷電のごとく、発すれば風雨のごとし、これぞ誰もが知る高杉晋作の姿ですね。師である松陰先生を失い、松下村塾の門下生だった同志たちを次々と失い、その志を受け継いだ男の背中は実に大きかったです。その迫力は凄まじいです。そして晋作さんが眠る墓所の近くにあるもう一つの層、1956年昭和31年4月14日晋作さんの90回忌に建立された備前焼の銅像です。日和山公園の銅像が金属供出で失われ、再建する際のプロトタイプだったものを東京に建立したと言われています。こちらの台座はもともとは山形有朋の像が立っていたそうですが、同じく金属供出で失われたそうです。2019年令和元年に老朽化した箇所の修復作業が施され、現在の美しい姿となっています。こちらもまた実に凛々しい表情をしてらっしゃいますね。像の横には晋作さんの遺書ともいえる墓碑銘の碑が立っています。晋作さん自身が眠る墓所であり、共に命を懸け戦った同志たち、そして愛した女性が眠る場所、そのすぐそばにこの像が立っているのは深い意味を感じます。晋作さん、大変お邪魔いたしました。はい、長州史跡探訪いかがでしたでしょうか。こちらは下関市豊前田晋作通りにある夢見る晋作像です。1986年昭和61年に没後120年、1989年平成元年に生誕150年を記念して作られたそうです。悩めるとき、心塞ぐとき、行き詰まったとき、この像に触れて高杉晋作のロマンと情熱を吸収して元気になってください、そう碑文が綴られていました。面白き、こともなきを面白く、面白ないんやったら面白すりゃええんじゃ。カタブルな人ですね、晋作さんは。割と面白くするのは難しいけれど、晋作さんがそう言うならやってみようかなってそう思えるから不思議ですね。さて、面白く生きていきましょう。晋作さん、改めて185回目のお誕生日おめでとうございます。良い一日になりますように。それでは乾杯といきましょうか。乾杯。